井出口洋介、21イコールクルクラルレオネタは全く腐っていなかった。ガンバ大阪を離れ、スペイン2部クルクラルレオネタに移籍して約3ヶ月。出番がない状況がもう1ヶ月半続いている。3月のベルギー遠征では、昨年6月から継続的に入っていた日本代表から外れた。そのメンバー発表会見でハリルホジッチ監督からは、オーストラリア戦でヒーローで、終わったが、この状況が続けば、本大会でも入らない、と、最後通告を受けた。日本が6大会連続の W 杯、ワールドカップ、出場を決めた昨年8月のオーストラリア戦。アジア最終予選では中田英寿に次いで史上2番目に若い21歳8日でゴールを挙げたヒーローは急転、当落線上に置かれた。選ばれなかったのはその通りやと思う。試合に出ていなかったら呼ばないっていうのは監督のスタイルでわかっていた。それが素直な気持ちだった。厳しい立場にも動じず、すでに自身の中で整理はついていた。G 大阪に、残っていたら試合に出られたと思うけど、代表に選ばれて海外の選手とやらせてもらったからこそ、J リーグでやっていてもステップアップできないって思えた。良い状況であろうが悪い状況であろうが、成長するために自分からここに来た。そう言った後、でも、と続け、もちろん W 杯には行きたい、とはっきりと目標を口にした。そのためにはクラブで試合に出る必要がある。井出口は毎日必死に原因と突破口を探っている。全く新しい戦術で、考えながらやっているから攻守においてワンテンポ遅くなることがある。自然にやれたらもっと早いプレー判断ができると思うから、まず今は監督の求む、出ていることを体現できるようにしていかなあかんなと一番思っている。大きな壁は2度目。高校3年で飛び級でユースからトップチームに昇格したプロ1年目、ボランチには遠藤康人、今野康之がいてとても試合に出られなかった。4年が経ち、再び苦しみを味わっている。練習ではフルコートの紅白戦がなく、練習試合もない。実戦形式の内容が全くないといい、コンディションが自分の中でどれだけ上がっているのかわかりづらい。体力を落とさないよう、練習後は一人で練習場横の川沿いを走る。我慢の時期やと思うから体力と気持ちは絶対に切らさないでおこうと思っている。川沿いを走りながら自分に対してムカつく思いをぶつけている。もっとできるやろ、って、遠慮してたり、気遣ってるところも、なんでやねん、って悔しさをぶつけ、で、頭を整理させている、心を折らず、自問自答を繰り返す毎日。やり続けるしかない、太陽の国スペインで、井出口は明るい兆しを懸命に探している。小杉舞。